トルコ大統領選の決戦投票で現職のエルドアン大統領が勝利したことを受けて、外国為替市場では通貨リラが対ドルで一時20.1リラ台をつけ、過去最安値を更新しました。エルドアン大統領は勝利演説でも、金利を引き下げたためインフレ率も下がるだろうと述べ、経済政策に対する独自の考えを改めて展開しています。